では次は星降る街角です。お願いします。失礼しました。ごめんなさい。
過ぎますね。失礼します。あの、この、4室ですね。あ、5室ですね。あ、はい、1、2、3、はい、はい、あ、12、3、5、1、2、3、4、5、
とうございました。次は人を恋する歌、芳賀さんにお願いします。5番の人を恋する歌になってるんですけど、これは人を恋うる歌ですから、はい、すとすのとこはうですね、あいうえおのうで恋うる歌って言うんですよね。直しといてください、お願いします。前言ったんですけど、またちゃんとお願いします。次はステンカラージン、あの村岡さんお願いします。
では皆さんで臨唱でもみじを歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあすいません、じゃんけんお願いします。ごめんなさい。はい、じゃんけん。はじめはグー。はじめはグー。じゃんけん。ぽい。あ、こちら勝ちました。先行で。はい、じゃあこちらの方、先行でお願いします。はい。の夕日にまでだそうです。はい、お願いします。
ください。すいません、脱足ですけれども、追われてみたのはっていうのを皆さんどのように、追いかけて、追いかけて、いやいやいや、追われてるの、おんぶされて、そうです。それでいつもこの山田耕作さん、これで議論になるらしいですよ、他の他の人って、一般の人がどういうあれだって、どっちの意味だって、それで子供なんかにテスト書かせると必ず追うっていうのは、追っかける方を書くんですよ。はい、以上です。ごめんなさいね。次は白い花の咲く頃、武藤さんを演じします、奥様です。65歩のマーチ、武藤さんお願いします。
Thank you.
もう一回、もう一回、もう一回。どんどん行きます。どんどん行きます。
引っ張ってください、引っ張ってください、引っ張ってください、どんどん行きます、どんどん後ろ行きますよ、どんどん後ろ行きます、まだ届きますよ。マグマまた一人ちゃん出てますすみません、ちょっとお話しておきますけれど、しばらくちょっと風邪ひいて声が出なかったもんですけど、ちょっと最後の声がかすれるかもしれませんから ご了承ください。すみません。
次はあのふくらはぎ体操ですので、皆さん立って一緒にやってください。青い山脈でお願いします Thank you.